でもなんとか勝てそう。なんとか勝てそう。
くてもなんとか勝てそう。くそ、何をしてるんだよ悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん、残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。ほんとだ。すごいけど、懐かしい木。やつしかいない、孫悟空だ。カカロットか。どれ。ん？ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か？カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつが。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ん？ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと？この俺を笑わせやがって、このガキが。お父さんの車は僕がやるんだ。ご飯がやるならこれだって。そんな。
バカだ。どうした貴様ら、もう飛ばせろ。どうした貴様ら、もう死ね。
よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当に海王様のもとから帰ってきよった。じゃあ行ってくる。修行はバッチリだ。頼んだぞ。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まって、あっちだ。敵が2つ、もっと敵が2つ、人生機が1つ。数が合わねえ。誰か死んじまったんか。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものがガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、
どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。潰してやるぜ。てめえなんかもうナッパ様にかなうわけがないんだ。ナッパ様には確認したことねえな。なんでのエリート戦士だ。そんなの下級戦士舐められてたまるか。よっ、はっ。ヘモツグチを叩きなくしてやる。そうこなくちゃな。期待してるぜ。今の一発はチャオズの恨みだ。えっ、ヤムチャの恨みだ。こいつは天使丸の恨みだ。ほっ。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった。海王拳。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ助けてくれ。何ぞベジータ。動けないサイヤ人など必要ない。ってやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。その強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ悟空、どうせなら場所を変えて戦ってくれないか。
みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけどみんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつに勝つことができたら。勝てたらか。そうだな、とにかく勝たなきゃ。なんとしても。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ親友。ああ、ごはん、父ちゃんが生きて帰ったらまた。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。できるだけ誰もいねえ場所に行かねえと。どうやってみんなを生き返らせるつもりなんだクリリン。
ベジータに勝って後で聞かねえとな。はゆっはゆっはゆっ、なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ベジータはオラが思ってたより相当強いやつだ。だが絶対負けねえ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ワクスッド。よっ。し直してきたらどうだ。寂しそうな村だな。あんまし人もいねえみてえだ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いろいろあるよ。毎度。いろいろあるよ。毎度。いろいろあるよ。
毎度。Thank you.